ヤングビクはランウェスク、サウスバンク近くのザカットに位置する劇場である。2000年からはデイビッド・ランが劇場の芸術監督を務めている。劇場の理念はプロデュース・グレート・プレーズ・フォー・グレート・オード・イアンスス・ナウ・アンド・イン・ザ・フューチャーである。第二次世界大戦直後の1946年、ジョージ・ディバインによってヤングビク・カンパニーが創設された。これは オールドビクシアタースクールから分岐したもので9歳から15歳までを対象とした古典演劇上演を目的にした劇団だった。このカンパニーは1948年にディヴァインや他の劇団員が全員オールドビクを辞めたことで解散してしまう。その後、1969年にフランク・ダンロップがヤングビクシアターの初代監督に就任した。彼はモリエールの スカパンの悪だくみを無償で本案し、ナショナルシアターとなった新しい劇場のために作品を上演した。この作品はタイトルロールにジムデールを据えて1970年9月11日に封切られ舞台芸術をカール・トムズ衣装をマリア・ビオルンソンが担当した。当初劇場はロイヤルナショナルシアターの一角を成していたが、1974年に ヤングビクシアターとして独立した。当時ナショナルシアターの芸術監督を務めていたローレンス・オリビエは次のように述べている。若い監修のために演劇を発展させること、作家や役者、演出家のために実験的なワークショップを行うことを考えるべきだこの言葉には形式張らない環境で値段を抑えて一流の演劇を見ることのできる劇場を作ろうという意思が込められている。 理念は若者層に広く訴えかけるものだったが、この時はまだ児童たちへ訴えかけるものにはなっていなかった。フランク・ダン・ロップは1970年に劇場の建設を終えた。劇場はザカットの精肉店跡地被爆区域を使ってコンクリートで建てられた。もともとは5年で取り壊される計画だったが、後から常設の劇場にすることが決められた。 張り出し舞台のついたオーディトリウムには420人の観客を収容できる。席の形状は作品の演出によって大きく変更することができる。ヤングビックにはメインハウスに加えてより小さい2つの劇場空間が併設されている。一つ目のマリアはデザイナーのマリア・ビオルンソンにちなんで名付けられ150人分のキャパシティがある。シェフィールドにある クルーシブル劇場の芸術監督、クレアベナブルズにちなんで名付けられたクレアには70人を収容できる。メインハウス同様に、どちらも自由に座席アレンジができ、演出に合わせて組み替えることができる。このため、俳優が観客のすぐ近くで演技をすることも可能になる。ヤングビクはもともと古典演劇のために建てられたが、今では革新的な作品もたびたび上演されている。 ヤングビクには人気俳優が何人も出演しており、イアン・チャールソンもその一人である。彼は1972年から1974年にかけてヤングビクに出演し、俳優としての第一歩を踏み出した。またジョン・オズ・ボーンの怒りを込めて振り返れでは、ジミー・ポーターを演じ、1973年にはトム・ストッパード作、ローゼン・クランツとギルデン・スターンは死んだの。 初めての再演で、ハムレットを演じた。他にも、バネッサ・レッド・グレーブ、ヘレン・ミレン、ジュディ・デンチ、ティモシー・ダルトン、ロバート・リンゼー、ウィラード・ホワイト、ジョン・マルコビッチ、マイケル・シーン、アーサー・ローなどが出演している。ロックバンドのザ・フーは、1971年初めに、この劇場で毎週無料コンサートを行っていた。これは、後のアルバム、 フーズネクストの曲目を支援するためのものだった。このコンサートの一公演がアルバムのデラックス版に収録され発売されている。劇場南東の角には1941年のロンドン大空襲の際、劇場の場所に元あった建物に避難し、爆撃で亡くなった54人の犠牲者を忍ぶ記念碑が存在する。1982年にはヤングビクをホスト会場に 市のオリンピックが開催され、コメディアンのパッド・コンデルが登場した。2003年、ヤングビックは劇場の回収費用1250万ポンドを捻出するためキャンペーンを行い、2004年には回収のための閉館期間に入った。デザインは建築家コンビ、ハワー・ストンプキンスが担当した。彼らはロイヤル・コート・シアターやリージェンツ・パーク、オープンウェア・シアター、 アルマイダシアターの改修も行っている。また、J.M. ワーニック・アソシエイツが構造エンジニアをマックス・フォーダム LLP が建築コンサルタントを担当し、改修工事は2006年10月に終了した。メイン劇場はそのまま残されているが、改修を経て技術的に進化している。もともとあった肉屋の店構えは、建物のメインエントランスや切符売り場に保存されている。 元の1970年代を忍ばせる建築構造は建て替えられ、新しいロビーや楽屋、二つのスタジオシアター、ワークショップ空間が作られた。アーツカウンシルイングランドからは500万ポンドの賞金が与えられた。ヤングビクは2006年10月11日に再開館し、コケラ落としにはジョナサン・ダブ作曲、デイビッド・ラン脚本のコミュニティオペラ、 トビアスと天使が選ばれた。2007年5月16日には、ヤングビクの改修に対して、王立英国建築家協会、ロンドン年間建築賞が授与された。この賞に続き、同年7月27日には、RIBA スターリング賞も授与されている。センスワールドワイドによる2010年の活動は、30年来のポリシーシットエニュエアを変え、 新しいポリシーイッツ・エイビック・ワールド・イン・ィアを打ち出すことにつながった。ヤング・ビックはガーディアン紙とコラボレーションして5つのショートフィルムを制作した。ヤング・ビックで講演された作品に対して監督、脚本家、俳優たちが短編で大胆なスピンオフ映画を撮影した。作品は現在ガーディアンの YouTube アカウント上で視聴できる。 エッポテト、ノラベットトリックコネクションコリンバイト、タンタリットヤングビクは、フィバードスリープ、ベラルーシフリーシアター、1927、リージョナルシアターヤングディレクタースキームの4、劇団のホームである。ヤングビクは、デジタルシアターの実種劇場の一つである。このプロジェクトは、劇場で上演された作品を、ビデオ形式でダウンロードできるようにするものである。 最初の配信作品には、カフカの猿、カフカ、エスモンキーとコンテナザコンテナが選ばれた。ありがとうございます。